どうした？なんでどうしたってベタだなお前。バッグ肩にかけたままで辛くないかなと思って。いや、そこじゃねえんだよ俺キレてんの。まあ、キレてるのはキレてるよ。でも俺がキレてるのは今日の科学の時間、安田に俺立たされただろ。 あれ本当に気に食わなくて。なんでなの俺。別に寝てたわけでもねえじゃん。寝てたわけでもねえし。そうだな。ちゃんと授業も聞いてたし、ノートも取ってた。俺はアリに夢中で、お前がなんで怒られたのか知らない。いや、アリに夢中って確かにアリが横にいるけど、カエルの解剖をしてたら腹からアリが出てきたんだ。なんだよお前、横にいるアリ塚のあれの話をしてるかと思ったら、カエルの解剖中に出てきたアリの話をしてたんだ。びっくりだわお前。アリが両サイドにいたんだな、その時。じゃアリが両サイドにいた。アリに挟まれて俺は授業を受けていた。不思議な状況だな。お前のその考えにもイラついてきたわお前。なんだよすごいな。生きてたの、ちなみに。カエルから出てきたやつは瀕死だったよ。いや瀕死だったんだ。瀕死だったんだ。あからさまに瀕死だった。あからさまに瀕死だったんだ。もうただの黒い粒じゃん。ゴマと変わんなくない、あんな。ゴマと変わらない。え、そこ突っかかる？ゴマと変わらないって聞いたら、ご飯のようにアリがいる絵が浮かんできちゃって。いや、だからちょっと吐きそうになったわ今。そういうのもムカつくなお前。俺やつご飯の、ご飯の中アリ塚になってんだぞ。ご飯の中アリ塚、しやだわ。コンモになってるアリ塚ってヒヤリアリのやつだぞあれ。え、ヒヤリアリって言うな。ヒヤリアリってすごい言いにくいんだわ。しかもヒヤリアリはデカさによって、いや、その額いらねえんだよ、まあ、本当に。いろいろあります。いろいろありますでまとめちゃったし。何なの。いや違う違う、俺は安田に怒ってんの。なんで俺あそこで立たされたのって。桑原お前立っとけ。はみたいな。お前理由聞いた先生の。いや聞いてないよ。だからお前ヒゲ生えてるからって。ヒゲ生えてる、学生じゃねえだろみたいな。いや今更遅くねみたいな。OB に間違えられたのか。いや OB に間違えられたって、授業にそこに参加してる時点でおかしいだろ。あ、だから立たされたんか。え、違うよ俺 OB じゃねえよ。どういうことだよお前。まあ OB 入ってきたら不審者だと思われるよな、うん、いや不審者、 OB を不審者扱いっていうのも嫌な学校だな。ヒゲ生えてるから老けて見えるよ。いや老け、いや真面目にそういうこと言うなよ。老けていいだろ。いやいやいや、しょって触るな、ちょって触るな。しかもなんか羨ましそうにヒゲ見んなお前。だいぶ伸びたな。だいぶ伸びたなってお前、羨ましそうに見んな。ここだけちょっと茶色いっていう。ここだけ茶色いとか言うな。染めた？染めてねえよ。染めるのは学校禁止だろ。染めるのは俺してないよ。ヒゲは何も言われないから伸ばしてるだけだよ。何も言われなかったわけではない。今日言われたから、今日言われたから何も言われなかったわけではない。いやめっちゃ遅いやん。違うじゃん、高速に書いてないじゃん。でもあいつの趣味じゃん。 あいつの趣味っていうか安田のさ、安田の趣味、安田の趣味ヒゲが嫌だみたいな。なんだよそれ、もう本当に。まあ危ないと思ったんじゃないかな、アルコールランプとかでヒゲが燃えたら。そこまで想定して生徒のことを考えた結果、そこの心配。いや多分 OB だろうね。いや OB かどうかの心配だろうね、どっちかって言ったら。 OB の心配だったんだ。どちらかといえば、いやだとしたらアルコールランプの心配だって欲しかったわ。え、これ下ろさないの？